はい、というわけで準備していきたいと思います。もうカレーの方は作り終えたんで、こちらでお肉を焼いていきたいと思います。今回使うこちらお肉です。軽く油を、うまそう。肉に火が通ったんで、今焼肉のタレを軽く入れる。こんなもんかな。ではこちら、肉の方焼けたので、盛り付けをしていきたいと思います。はい、というわけでこちらに盛り付けをしていきたいと思います。まあこれでいいか。はい、というわけでこちら完成したので食べていきたいと思います。はい、というわけでこちら準備ができました。今回食べるのがステーキチーズ温玉カレー、総重量3キロをゆっくり楽しみながら食べていきたいと思います。それではいただきます。じゃあまず肉からいくか。この超ドデカ肉、まずはね、もう一口で。とりあえずこのまま食べるから。これでいくよ。じゃあカレーいくか。今回のカレーは玉ねぎとさつまいもも入れました。うん、うまっ。うまい。お肉とちょっと絡めて食べるか。うまっ。ご飯欲しい。やば、めっちゃうま。やべえ、うますぎる。じゃあチーズ、チーズ、
うん、めっちゃうまっ。バーナーで炙ったんでめっちゃ香ばしくてうまいです。じゃあ、温玉ゾーン。チーズドバはい、というわけで実況していきたいと思います。今回は温玉チーズステーキカレー総重量3キロをゆっくりと楽しみながら食べる回になります。内容量はご飯 1.5 キロ、ルーが1キロ、チーズ、牛ステーキで温玉が3つで、福神漬けをトッピングといった内容になります。今回はカレーの中に玉ねぎとさつまいもを入れ、とろみのあるルーに仕上がりました。で、味に関しては、甘口でコクのあるカレーで安定に美味しかったですね。そして、贅沢なトッピングは、どれもカレーと、めっちゃ合い、最高でした。で、中でも、やはり、炙りチーズが、一番美味しかったですね。今回はまあチャレンジじゃなくエンジョイ企画なので、最初から最後まで、楽しみながら美味しく、食べ進めたいと思います。
というわけでごちそうさまでした。はい、というわけでこちら完食になります。いやまあステーキもそうだし、まあ、チーズ、炙りチーズとか温玉とあと福神漬けもいろいろなトッピングをした、まあ、カレーで、まあ、3キロだったんで、まあ、とても美味しく、終わることができましたね。まあお腹も結構満足ですね。ちょうどいい感じで、まあ、全部美味しかったですね。まあ、まあ今後もこんな形で、まあ、チャレンジではなく、まあ、美味しく食べる回を、まあ、作っていきたいと思います。というわけでごちそうさまでした。